ロゼリアはここにおるでっていう CD やねん。だから絶対にゲットしてな。はい、ありがとうございました、はい、皆さんこんばんは。ロゼリア水瀬幸那役の相葉愛奈です。そしてはいはい、ロゼリア氷川沙央役の工藤遥です。バイバイはい、次ははい、皆さんこんばんは。今井梨沙役の中島由紀です。やーしゃー何その、何急に。で、次どうぞはい、皆さんこんばんは。宇田川子役の桜川めぐです。はい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 、すごい両目使い。そしてはい、皆さんこんばんは。そしてただいまー。はい、いっぱい。はい、白金リンゴ役の須崎カノンです。イエーイイエーイ、かわいい。よし、アイアもやった。ダブルピースしてずるいじゃん、ね、じゃあどうぞどうぞ、やってください。いいよ、いいですよ、やってください。皆さんこんばんは。本気に水瀬幸那役の相葉愛奈です。お願いします。はい、ということで始まりましたけど、せーの、スタート。はい、続いてのコーナーはこちらです。ロゼリアキャラクズ企画エシリトーリーチャレンジ。イエーイ、きたきた。はい、ということで今回ロゼリアメンバーが5人集まったということで、はい、ロゼリアおなじみのキャラクズ企画を開催。挑戦するゲームはエシリトリです。イエーイ、エシリトリ。はい、この順番です。私、桜川さん、相葉さん、中島さん、はい、崎さんの順番で、はい、ということで、そしてですね、なんと、はい、まあ、エシリトリ中にキャラが崩れているかどうかスタッフさんが判定します。出た、そう、キャラクズだった、ね、ゲームの最後に一番アウトが多い人を発表。その人には罰ゲーム頑張っていますので頑張っていきましょう。ということで皆様、スケッチブックの準備はできてますでしょうか。できてますよ。はい、それではキャラクズスタート。下ろしてアコです。アコさよさん。はい、何ですか。元気ですか。元気ですよ。みなとさんはどうですか。私は元気よ、うん、リサは元気だよ。リンコは元気です。何この元気って縛り。ちょっと皆さん久しぶりだから様子を伺っていますね。みんな皆さん絵は得意ですか。そう、リンリンは衣装とか作ってくれてるから超うまいと思います。そうでもないよ、アコちゃん。リン、白金さん。リンコの絵のデザインすごくいつも綺麗よね。そうですか。すごい綺麗よ、うん、ね、え、ゆきなさんも上手でしたよね、そういえば。え、あれ、そんなシーンあった。そんなシーン、そんなことあったかしら。私、絵を描いたことがあったっけ、リサ。ただ、まあ、でも授業では描いたりするよね。そうね、まあ、今井さんはアイシングクッキーなどを作られているので、とても上手い印象があります。ああ、ほんとに。いや、期待に応えられるかどうかちょっとわかんないけど、頑張る。お、あみんな、もうキャラクズは始まっているの。じゃあ早速シリトリを始めましょう。そうよ、気を引き締めていきましょう。キャラクズって何ですか。じゃあ私からですかね。あ、なるほど。え、ちょっと待って、最初の文字、最初の文字はサヨが決めるなんておかしいわ。どうしてですか。ここはやはり、これは私発案のコーナーですよ。やはりここはね、えアコ、アコ。じゃあプロデューサーに決めてもらいましょう。最初に何を書くか。最初の文字何にしようかしら。最初の文字によって結構いろいろ変わってくるよね。そうよ、そうだよ、難しくなるかもしれないし、うん、ややこしいものはやめてくださいね、プロデューサー。圧をかけないでください、さよさん。分かってますか。すごい、だいぶプロデューサー、あ、薄いですね。どうしてんの。ちょっと理由は分からないけど、来たわ。リ、画用紙いっぱいにリって書いてある文字を今見せてくださってます。なんとかのリ、ロゼリアのリでもなく、確かにロゼリアリ入ってるけど、いいんか、まあ、リでいいら、そういうことだ。です、ロゼリアからリを取ったってこと。そうです、そうです。語尾じゃないんだ。語じゃないんかい。ちょっとね、プロデューサーも天然ということで、ね、あ、もう早速書いてるね。書いてる、書いてるわ。何が来るんだろう。まあやはり、うんうん、定番ですね。定番。あ、うん、あ、わかりやすい。さよ上手ね。さようまいね、うん、じゃあアコは、これは何かな。絵もやっぱキャラに反映されるのかしら。え、キャラ、みんなのこう予想、理想というか、みんなが思い描いてる理想の絵というか。
どうだろうね。ミラクさんは先ほどから自分で地雷を踏んでいますね。そうなのね。それはダメなのね。今のはダメなのかしら。分かったわよ。これです。え、何？あ、赤ちゃん。赤ちゃん。終わったと思ったわ。何が？終わったって思うんですか？終わったと思ったわ。私も終わったと思いました。宇田川さん自らいきなり終わらせるんだなって思いました。すごいチャレンジャーと思ったけど。あ、そうか。そういうこと。セーフ。そっか。あ、びっくりした。あこ、あこ、よかった。ゆきなさん。ゆきなさん、なんだこれ。皆さんコメントを見てはいけないわ。答えをみんな書いているから。本当だ。ダメよ。実質にじゃあ子たち皆さんのコメント後で放送後に見ますね。できたわ。何？どうぞ。え？え？わか。ああ。わかりました。え、体どうなってんだこれ。ちょっと待って。ゆきら、何かしら。何？みなとさん、それは誰ですか？誰か言っていいのかしら。オッケー、わかった。ほら、気がね、しなくもないよ。ほら、あこを見て、私を見る。ちょっと待って、かけるもの今探してるからさ。宇田川さんめっちゃ積もってる。めっちゃ積もってる。多分アコじゃない。アコじゃないわ。ちょっと難しいけど。アコちゃん。アコちゃん。しっかり。アコが泣き出したから。今アコじゃないわ。そう。うん、夏積もった。え、どう書いたら伝わる？これ。なんだろう。どうやったら伝わる？何が来るんだろう。あ、でも上手。大丈夫です。ティッシュいただけるとか。大丈夫、止まりました。上手。はい。変な風に書いて、なんかさ、変に伝わるとあれじゃない？結構難しいね。これまあいいや。大丈夫、大丈夫。オッケー。はい。これ。え？待ってください。この流れで見て。おまんじゅうにカビが生えたのかな。なんだって？じゃあ、なんか白髪さんは理解したようなので。わかりました。お、これはしたんじゃない？でも、これ正直言っていい？うまくいかないとこう絆試されてるわよ、私たち。え、そういうルールでしたっけ？しっかりとこれ答えていかないと。え、絆ルール、セヨさん絆ミュージックのコーナーだったんですね。絆どうよ、全然丸かけたよ。かけました。お願いします。いきます。せーの、じゃーん。え、なるほど。あ、なんでそんな難しいものを。素晴らしいわね。確かにそうかもしれないね。素晴らしいわ。え、わかります？いけたい。これは流しますけど。すごく難しいんですけど。だよ。あなたにかかっているわ。あ、確かに。どっか難しいね。あ、難しいかも。遠い目をしてどこかを見ているけど。確かに。すごい。セヨさん、相変わらず美しいですが。パクパクしてる。はい。なかなか難しいね。うん、これは、だよ、どうするのかしら。なんでそんな難しい。もうすみません。しかも分かるのがなんだ。すごい。あれ、でもいいんじゃない。いいんじゃない。すごいスピードで、すごいスピードで書かないと。そう、ね、なぜなら巻いてくれって指示が出てるから。そうなのよ。最初ね、巻きで。あ、そうです。アコたちの世界に巻きとかはないんです。あるわ。だって私たちだって頑張ってるじゃない。やってるじゃない。うん、頑張ってる。そんな結構書いてるね。あ、書けた？いきました。あ、おお、うまいね。え？え？わかんない？わかんない。わかるよ。わかった。で、てててててるててててるで。あれってなんか別の言い方ある？てててててててる。どういうこと？何？できました。あ、早いね。はい。さすがです、宇田川さん。さすがですね。ああ。やった、今年年賀状でいっぱい見たんだよ。よかった。なんで書きながら笑ってるの。すごいものを見てしまいました。スケッチブックちらっと見えちゃったんですけど。怖いよ。ゆきなさん、何これ。ことない。こっからだよ、こっからだよ。行くわよ。
待って結構大丈夫。え、なんでわかるじゃん。結構大丈夫わかる。これは、まあ、わかる、わかるよ、大丈夫。だって、ユキナのことは私が一番わかってるんだからさ。さすがリソース、さすがですね。さすが、つなげられるかな。よく小さい時、絵描いたもんね。うん、そうだね。そんな絵だったっけな。そんなオリジナルの設定ぶち込むのやめてくださいですか、ミナトさん。よく描いたよ。よくミナトさんが歌を歌って、今井さんがベースを弾いてたっていうのは聞きましたけれど、そんな設定ありましたか。絵を描いて遊んでたな。絵を描いて遊んでたっていうのは、さやさんちょっと待って、あれですか、エピソードブルゼリアで描かれてますか。あるかもしれない。ありますか。あ、ブーブー来た。これ作用が悪いのよ。作用が悪い。何ですかね。ほら、何何、ちょっともう、あ、もしかしたら難しいのつなげちゃったかも。ちょっと待って。いいよいいよ。おー、あー、わかりましたよ。わかりましたよ。自信満々なのよ。わかわかりました。わかった。え、でもむずかしいです。で難しいのつなげちゃったかも。本当にわかんないな。わかんないです。リンコ。リンミン頑張って。投げ出すのが早いわ、リンコ。あ、わかりました。お、見つかったかな？何がある？何がある？ちょっと難しいのよ。つなげちゃったの。リンミンの絵の難易度もあるからね。表現力。確かに。え、これ難易度高いわよね。これは難易度高いわ、ね、難しいですね。その絵の難易度高いよ。こっちの方が。難易度簡単じゃない？でもその絵が難易度高いよ。どういうこと？ゆきなさんの絵が。違う。これだって描けるみんな。あ、描ける？あ、おっと。じゃあリンリンの見て終わりにする？すごい焦って、ちょっと待って。すごい激しい、激しい。できました。え？じゃあちょっと心配、私心配よ。とても。見てみよう。いはい。じゃーん。なんだろう。わかります、わかります。よくあの相葉さんやるやつです。相葉さんじゃないわ、みなとさん。じゃあカンカンカンって言われたからこれで終了かな。はい、これで終了です。順番に答え合わせしていこうかな。はい、早速答え合わせをしていきましょう。はい、じゃあ巻き目でね、太陽からかな。まずプロデューサーがリからやってくださいとおっしゃっていたのでリンゴを書きました。リンゴ。アコは、あ、ちょっと見えづらいかな。あれ、いないね。いないね。びっくりした。私だけ見えてないから。こう、ごまパッパ、ご飯じゃなくてごま、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 マント。スマートだったのね。トマト。トンボ。あ、ボ。いいわ、いいわ。ボがもうめっちゃ難しくて、ボタンって思ったけど、なんだって思って牧場を描きました。やっぱり、いや素晴らしい。羊だと思って、ひ嘘でしょって思ったんだけどちゃんと出ました。アコはう、牧場、う、うし、しまうま、眉毛、げんこつ。あー、そうか。げんこつ。私、はい、これは成功。成功です。やったが、合格金もらえるってことですね、これは。嘘、嘘。やったー。100万円だったらどうしよう。ご褒美。ご褒美もうもらえちゃうの。ただ皆さん忘れていますね、もう一つ大事な結果発表があります。何かしら。誰が一番キャラが崩れていたか。え、そんなの余裕、ずっとアコだったもん。私もちゃんと、ね、私も常にさよでした。私もそうだよ。私も大丈夫だと思います。はい、ということで、では発表したいと思います。一番キャラが崩れていたのはミナとユキナ役の相葉愛菜さんでした。あ、間違ってる。絶対おかしい。おかしい。どうしたのこれ。おかしい。ね、なんなんこれ。ユキナだって絵描けなさそうじゃない。ユキナだからそうなったっていうキャラ作りの点数くれって言ってるの？うん、じゃあプロデュー、圧出すな、プロデューサーに。ユキナが絵が上手いかどうかなんてまだ分かられてもいない。うん、きっとそう。猛烈に首横に振ってた。それでも相葉さんって。プロデューサーの言うことは絶対ということなので、はい、では最下位の相葉さんには最新シングル G ロブプラウド、こちらについてですね、可愛く可愛く可愛くおすすめしてください。え、可
送で見られるってことなのね。それは本当に罰ゲーム。ちょっと待って、もう可愛くなかったらやり直しだよ。やだ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 、 OK。 じゃあアイアイお願いしちゃおうかね。うん、お願いします。1月20日水曜日発売、ゼロオブプラウド。これは大丈夫やで、ロゼリアはここにおるでっていう CD やねん。だから絶対にゲットしてな。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。可愛かったよ。よかったよ。キュートです。何が英語で言わない。同じ英語で言わない。キュートです。キュートです。